はいえー、と地球史上最大級かということでね台風19号の勢力に世界が注目なんてものすごくね恐ろしいテーマで今回の台風が語られてますね、まあ、まさか地球史上最大ということはないでしょうけどもただそのぐらいね大きな台風が日本列島に向かっているということです、まあ、これがね気象化学兵器なのかっていうことをまたね言う人が出てくるんですよ ねえ、皆さん、どう思います、これ。台風地震発生、え、なんか、台風発生装置がもしあるとして、なんでわざわざね、こんな時間をかけて、ゆるゆると、あー迫ってくるぞ、迫ってくるぞ、みたいになるんですかね。まあ、別に日本列島上空、ドーンと起こしてもいいわけですよ。本当にね、気象兵器があるんでしたらね。まあ、それは置いとくとしても、結構ね、危険な、時期にやってきたかなと思います。私も、12日、13日の出張を取りやめているわけなんですけども、 えー、今回は JR もね停止して、えーまあ、空港も閉鎖してってことで、えー、被害の出ないようにとなってるわけなんですよねまあ通常こういう放送にはあまあいろいろとね陰謀があるというふうにあの私もね言うことがあるんですけども結局ねあの台風によって被害を受けましたとか地震によってこうなりましたっていうふうな報道を見ると保険が売れやすくなるらしいんですよで 保険っていうのは、まあ、いわゆるですね、形のない商品ですして、保険を使うことがな、なかったら保険会社はまるまるそっくりと利益で儲かるわけなんですよね。だからそういうのと組んで、不安を煽って、危機を煽って、保険に入っとこうという気にさしといて保険の売り上げを作るみたいなことでね。あの、なんかやってるような既得権益層がいると考えるとドラマチックですね。さあ、あとは皆さん次第でございます。信じるか信じないかはあなた次第ということで今回の ニュースを表していただこうと思います。皆さんご安全に、うん、どっちにしてもこれは、あかなりのね、被害が予想されますんで、ちょっと亀の子のようにね、おとなしくしてみましょう。場合によっては、ガラス窓に、えー、やっぱりね、目張りをしておくとか、ガムテープでバッテンするとかしてね、えー、もうガラスとが散らないように、割れないように工夫していきたいと思います。まあ、少なくとも庭にいろんなものを、ね、出しっぱなしにしないようにしましょう。そういうのがね、えー、風で巻き上げられて、 近所の方のね、ガラス窓突き破ったりとかしたら本当に迷惑かけちゃいますんで。いや、怖いですね。今日11日なんで、明日、どうなるかってことですね。明日、明後日えー、怖いですね。